皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2018年公開の、ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生。現代、ファンタスティック・ビースツ、ザ・クライムズ・オブ・グリンデルバルド。監督はデビッド・イエーツ。脚本は J.K. ローリング。主な出演は、エディ・レッド・メイン、キャサリン・ウォーターストン、ジュード・ロー、など。強力な暗黒の魔法使いグリンデルバルドは、投獄されていたアメリカ合衆国魔法議会から逃げ出し、真の目的のためにパリへ向かう。ホグワーツ魔法魔術学校での恩師であるダンブルドアからの依頼で、ニュートはグリンデルバルドと対峙する。というストーリー。ハリーポッターシリーズの前日譚である、映画オリジナルのスピンオフ第2弾。グランデルバルドのジョニー・デップとダンブルドアのジュード・ローはなかなかいいものの、ニュートの存在感が相変わらず薄い。今回も映像は息を呑む美しさだが、登場人物が多く、ストーリー展開がごちゃごちゃしていてちょっとわかりにくい。そして長い割には、実は前作からほとんど話が進んでいないという、ちょっと残念な作品。ということで、評価は。Thumbs up!